皆さんこんにちは。あまり見慣れない風景に驚かれている方もいらっしゃると思いますが、この部屋は任天堂本社内にあるシールドルームと呼ばれる部屋です。この部屋は無線電波の測定や実験を行うときに使用する部屋で、電波を遮断する壁によって外部から電波が入ってこないように、そして部屋の中から発信する電波が外部に漏れないようになっています。内部にはご覧のようにトゲトゲの奇妙な壁がありますが、電波は壁に当たると反射する性質があり、ただ電波を遮断するだけの部屋では正確な電波強度を測定することができないので、このトゲトゲの構造体で電波を吸収して反射が起きないようにすることで正確な電波強度が測定できるようになっています。こういう部屋は電波暗室と呼ばれることもあります。今日はこのシールドルームから任天堂ダイレクトをお送りしますが、今回も Wii や 3DS のゲームに関する新しい情報を皆さんに直接お届けしますので、どうぞよろしくお願いします。さて、今年2012年は1992年に星のカービィの第一作目がゲームボーイで発売されてからちょうど20年という節目の年になります。そこで星のカービィシリーズの発売20周年を記念して、星のカービィ20周年キャンペーンを展開します。まず任天堂 3DS ダウンロードソフトとして 3D クラシックス星のカービィ夢の泉の物語を4月25日より配信を開始するほか、これまでのカービィシリーズを振り返るメモリアルソフトを Wii U ソフトとしてこの夏に発売することや、クラブ任天堂でのオリジナルカービィグッズのプレゼントキャンペーンなどを計画しております。キャンペーンの詳しい情報は任天堂ホームページで順次お知らせしていく予定です。 UBI ソフトさんのジャストダンスシリーズは欧米を中心に日本以外の市場で累計2300万本以上販売されている大ヒットシリーズです。ジャストダンス Wii は海外でジャストダンス2として UBI ソフトさんが発売されていたソフトを、 UBI ソフトさんと任天堂が共同で、言語のローカライズにとどまらず、私たちはカルチャライズと呼んでいるんですが、日本の皆さんの趣向に合わせて徹底的に作り直して任天堂発売のソフトとして日本国内で販売したものでした。発売前にはダンスを人前で踊るのは恥ずかしいと感じる方の多い日本では、受け入れていただくのは難しいのではという声もございましたが、女性の方を中心に日本でも多くのお客様に楽しんでいただくことができました。現在このジャストダンス Wii の2作目となるジャストダンス Wii 2を開発中です。本作は昨年末に海外でジャストダンス3として発売されたソフトをカルチャライズしたもので、一部の楽曲ではご覧のように前作にはなかった4人全員が別々の振り付けで踊れる機能を新たに採用しており、またより効率的にダンスをマスターしてもらえるように、楽曲の途中部分をリピート再生できる新しい機能も加わります。この機能を使えば苦手な部分だけを繰り返し練習することはもちろん、好きな部分だけを繰り返し踊るような楽しみ方もできるようになります。前作を上回る多くの邦楽曲を収録し、これまで以上に気軽に踊りを楽しんでいただけることをコンセプトに開発を進めており、より一層皆さんで盛り上がっていただけるタイトルになることを期待しています。ジャストダンス Wii 2は7月の発売を予定しています。次にポケットモンスターシリーズ最新作をご紹介します。こちらをご覧ください。氷に閉ざされた地図、謎に満ちた伝説のポケモン、ポケットモンスターブラック2ホワイト2、始まりの街ヒオギシティ。主人公はこの街から旅へと出ます。冒険で訪れる見たことのない場所、ここは
ブラックホワイトから2年の月日を経た一種地方、初めて出会うジムリーダーが主人公の挑戦を待ち構えています。2年前、ここにはいなかったポケモンたちとも出会えます。そして伝説のポケモンブラックキュレムとホワイトキュレムが登場。強力な技で主人公の前に立ちはだかります。2年後の一種地方を舞台に全く新しい冒険が始まる。任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2。6月23日に発売される任天堂 DS ソフトポケットモンスターブラック2ホワイト2は、前作ポケモンブラックホワイトから2年後の一種地方を舞台に全く新しいストーリーを楽しめるポケットモンスターシリーズ最新作です。見たこともないキャラクターたちや新たな施設も登場し、ポケモンファンの皆さんにとって十分に遊び応えがある内容に仕上がっていると思います。ポケモンブラック2ホワイト2は任天堂 DS 用のソフトですが、もちろん任天堂 3DS の DS 互換機能を用いても楽しむことができます。今日は任天堂 3DS でポケモンブラック2ホワイト2をさらに楽しむことのできる2本の任天堂 3DS 用ダウンロードソフトをご紹介します。1つ目はポケモンブラック2ホワイト2の発売と同日の6月23日からダウンロードが開始されるポケモン AR サーチャーです。このゲームはプレイヤーの目の前の世界を背景に飛び回るポケモンを捕まえる体感型のシューティングゲームです。プレイヤーは任天堂 3DS 本体を動かして飛び回るポケモンに狙いを定めます。うまくビームを当てることができればポケモンを捕まえることができます。捕まえたポケモンはポケモンブラック2ホワイト2に連れていくことができます。時にはとても珍しいポケモンを捕まえることもできるようです。ポケモン AR サーチャーは任天堂 e ショップにて300円でダウンロードできます。次にご紹介するのは7月14日にダウンロードが開始されるポケモン全国図鑑プロです。このゲームはポケモンの詳細なデータを見たり、迫力ある姿を楽しんだり、ポケモンと一緒に写真を撮影することができるポケモン立体図鑑 BW のパワーアップ版です。前作ポケモン立体図鑑 BW で見ることができたのは一部のポケモンの情報のみでしたが、ポケモン全国図鑑プロならば最初からシリーズすべてのポケモンの情報を見ることができるようになります。これ以外にもさまざまな新機能が用意されています。ポケモンブラック2ホワイト2の攻略には大いに役立つソフトになるでしょう。なお本作の配信に伴い前作ポケモン立体図鑑 BW のダウンロードは配信開始よりちょうど1年後となります6月17日をもって終了させていただきます。もちろんすでにダウンロードしていただいたポケモン立体図鑑 BW がお客様のお手元で消えることはありません。またいつの間に通信でお楽しみいただいていた図鑑のポケモンが徐々に追加されていくサービスについては2012年末まで継続いたします。ポケモン全国図鑑プロは任天堂 e ショップから1500円でダウンロードできます。ポケモン AR サーチャーポケモン全国図鑑プロを 3DS でダウンロードし、ポケモンブラック2ホワイト2を 3DS で楽しむことで、より充実したポケモンライフを楽しんでいただくことができると思いますので、配信開始をお待ちください。
ここからは Nintendo 3DS の新しいソフト情報をお伝えしますが、今日は5月以降に発売が予定されているソフトメーカーさんのタイトルから先にご紹介します。まずはレベル5さんのギルド01です。本日の任天堂ダイレクトのために映像をご用意いただきましたのでご覧ください。4つのゲームが1つのパッケージに。空を駆ける解放機カムリ。少女は日本を救えるか。解放少女。武器を作って勇者を応援。君の武器が世界を救う。レンタル武器屋でおまっせ。荷物整理が止まらない。この仕事癖になる。エアロポーター。秘宝を追うチェイサーたち。運命を握る決断。クリムゾンシュラウド。四つが一つに。ギルド01、5月31日発売。4人のクリエイターの皆さんがそれぞれの斬新なアイデアを形にした4つのゲームが収録されたギルド01は5月31日発売予定です。次はスクウェアエニックスさんのドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D に関する続報をお届けします。ドラゴンクエストシリーズでおなじみのモンスターを仲間にして育成配合しながらさらに強力なモンスターを生み出せるこのシリーズですが、本作で登場するモンスターはシリーズ最多の600種類以上となりました。さらに最新作のドラゴンクエスト10からも一部のモンスターが本編に先行して登場することが決まったそうです。新たなスキルや特技も追加され、これまで以上に戦略性に富んだモンスターバトルが楽しめるのはもちろんのこと、ローカル、インターネットでの対戦プレイに加えてすれ違い通信では一度に8人まですれ違えるようになるなど、通信面の強化も対戦好きのお客様には喜んでいただける要素になるものと思います。さらに前作ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2およびジョーカー2プロフェッショナルを遊んでおられた方には本作をより一層お楽しみいただける要素もあるとお聞きしています。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D は5月31日発売予定です。次にご紹介するのはアトラスさんの世界樹の迷宮4伝承の巨人です。前回の任天堂ダイレクトでもご紹介したこのタイトルですが、7月の発売に向け開発も順調に進んでいるとお伺いしています。今回は最新のゲーム画面の映像をご用意いただきましたので、その一部をご紹介します。タッチペンを使って地図を描いていく 3D ダンジョン RPG。 上画面に 3D ダンジョン、下画面に手書きのマップというおなじみのスタイルでゲームがプレイできます。登場するモンスターも 3D モデルで一新され、立体視と相性の良い 3D ダンジョンの探索を進めていきます。本作では気球艇を使用することで大地に点在する迷宮を空から見つけ出し、ストーリーを進行させたり貴重なアイテムを入手したりしていくそうです。このシリーズの人気は耳にされたことがあっても、これまで未体験という方のために世界中の迷宮4伝承の巨人迷宮に挑む前にをこのプレゼンテーション終了後に公開いたします。世界中の迷宮4伝承の巨人は7月5日発売予定です。次にご紹介するのはレベル5さんのダンボール戦機バクブーストです。ダンボール戦機が
ダンボール戦機バクブーストとして任天堂 3DS に登場します。ダンボール戦機バクブーストはカスタマイズ画面を一新し、任天堂 3DS ならではの直感的な操作で初心者の方でも楽しむことができるように開発が進められているとお聞きしています。またバトルパートは大迫力の 3D で演出され、シンプル操作とド派手な必殺技で誰もが楽しめるアクションバトルとなりました。今作では初の6人までの対戦プレイに加え、すれ違い通信にも対応した充実した内容になっているそうです。ダンボール戦機バクブーストは7月5日発売予定です。次にご紹介するのはバンダイナムコゲームズさんの太鼓の達人チビドラゴンと不思議なオーブです。シリーズ最新作となる本作にはフライングゲットや We Go など新曲や人気曲など50曲が収録されていて、お気に入りの曲に乗りながら画面をタッチするだけの簡単操作で太鼓の達人が楽しめます。さらに今回は新たに冒険モードチビドラゴンと不思議なオーブを搭載し、勇者になったドンちゃんがドラゴンと一緒に次々と現れる敵キャラと白熱の演奏バトルで対決するそうです。人気の着せ替えはもちろん4人での通信対戦も可能とお聞きしています。太鼓の達人チビドラゴンと不思議なオーブは7月12日発売予定です。次にご紹介するのはマーベラス AQL さんのルーンファクトリー4です。前回の任天堂ダイレクトでご紹介したムービーに続き、今回は最新のゲーム画面の映像をご用意いただきましたので、その一部をご覧いただきます。トン、おはよう。ファンタジー世界での冒険や日常生活などプレイヤーだけの生き方が楽しめるシリーズ最新作ルーンファクトリー4。本作では主人公を男女から選択して魅力的な異性と一緒に冒険したり、恋人期間を過ごして結婚したりすることができるそうです。また新要素としてプレイヤーが持っているアイテムを街の人と売り買いできるといったお店屋さんのようなこともできるようになるとお聞きしています。ルーンファクトリー4は7月19日発売予定です。前回の任天堂ダイレクトでご紹介したカプコンさん、セガさん、バンダイナムコゲームズさんのソフトメーカー3社によるクロスオーバープロジェクトですが、先日バンダイナムコさんからプロジェクトクロスゾーンという正式タイトルが発表されました。ゲームメーカー3社の作品から人気キャラクターが集結し、原作の枠を超えたクロスオーバーが繰り広げられる魅力的なタイトルとなっているそうです。今回はこの任天堂ダイレクトに合わせプロモーション映像をご用意いただきましたのでご覧ください。
通を消す。全てを終わらせる。ここからが勝負。渾身の一撃。使うしかないんだ。今はデータドレイン。この技、目に焼き付けだ。神龍拳。おしまいにするわよ。エリアゲン。叩き捨てる。攻撃。分身。総故障。ジェネシス起動。外しはせん。準備は。いや。どうだ。炭鉱漏洩陣。小さき、流すものを微塵に砕く。見えた。ここが勝機。俺は迷わない。滅冒険。手軽なボタン操作で技をつなぎ、派手なバトルシーンをプレイヤー自らの手で演出できるシミュレーション RPG になるようです。まだまだ未公開の登場作品があるとのことですので、続報をお待ちください。プロジェクトクロスゾーンは2012年発売予定です。ここからは今後発売が予定されている任天堂の 3DS タイトルをご紹介します。まずは来月24日の発売を予定しているマリオテニスオープンです。前回の任天堂ダイレクトで簡単にご紹介したキャラクターのカスタマイズについて、今回はもう少し詳しくご紹介します。今まで任天堂64やゲームキューブなどで皆さんにお楽しみいただいたマリオテニスシリーズですが、任天堂 3DS のマリオテニスオープンでは、プレイスタイルの異なる16キャラクターの他に、ミースタジオで作ったミーでも対戦を楽しめるようになりました。このミーにはラケットやテニスウェアなど約200種類のアイテムを組み合わせ、好きなように着せ替えることができます。アイテムを組み合わせることで見た目だけでなく能力も変化し、パワー自慢のタイプやスピードに長けたタイプなど、自分のプレイスタイルに合わせたミーを自由にカスタマイズしてお楽しみいただけるようになります。よしできた。マリオたちはもちろんのこと、この自分好みにカスタマイズしたミーを使えば、ご家族やお友達との協力対戦プレイや全国のプレイヤーたちとのインターネット対戦がより一層やりごたえのあるものになると思います。マリオテニスオープンは5月24日発売予定です。次はカルドセプトの続報をお知らせいたします。本作には多種多様なカードが登場し、さまざまな戦略を練ることができるため、実際に遊んでいただくことこそが本作の面白さを少しでも理解していただく近道になると考えています。そこで本作では新たにダウンロードプレイ機能を追加いたしました。本作のダウンロードプレイでは、1本のソフトで2人がチームを組む協力プレイを楽しむことができます。シリーズを経験し魅力をよく理解している方が、未経験の方を直接サポートしながら2人で協力してコンピューターに挑むことができます。経験豊富な方と未経験の方がいきなり直接対戦すると、実力差が大きすぎて楽しめないことがあるのに対して、協力プレイができる本作においては、コンピューターとの対戦を通して未経験の方も少しずつカルドセプトの面白さを理解できる仕組みになっています。このダウンロードプレイに加え、カルドセプトの経験者の方が初めてプレイする方にカードの使い方を説明しやすいように、ゲーム内で実際に使用されているカードをイメージしたカードセットをご用意します。お二人でソフトをご購入いただいた方にそれぞれプレゼントさせていただく予定です。セプターの皆さん、ダウンロードプレイやカードセットを使って新しいセプターさんと一緒にカルドセプトをお楽しみください。またカルドセプトにご興味をお持ちの方のために、
一から始めるカルドセプトという映像をご用意しました。このプレゼンテーション終了後に放映いたしますので、ぜひご覧ください。さらに少し先の話題になりますが、今年の秋にカルドセプトの全国大会を実施する予定です。またカードセットの申し込み方法などは決まり次第、この任天堂ダイレクト終了後にオープンするカルドセプト公式ホームページにてお知らせしていきます。また本日よりこちらのアカウントでカルドセプト公式 Twitter を開始します。発売日まで毎日1枚ずつカードの情報を公開していきますので、興味のある方はぜひフォローしてみてください。カルドセプトは6月28日発売予定です。次にカルチョビットの続報をお知らせします。これまでにもお伝えしておりますが、カルチョビットは戦術、試合、そして特訓を繰り返しながら選手たちの力を伸ばし、チームを成長させて世界一を目指すサッカークラブ育成ゲームです。今作では全国1720の市町村からホームタウンを選べるようになっていて、お住まいの場所や生まれ故郷などお好みの市町村から世界を目指すことができますので、チームにもより愛着を持っていただけるようになっています。これからカルチョビット発売までに2ヶ月以上の期間がありますので、この間に地元愛 VS 現役プロサッカー選手 VS 名監督で対戦をしていただくことになりました。対戦者は地元福岡をこよなく愛する博多華丸大吉の2人のうち、ゲームの得意な大吉さんがプレーをして、サッカー好きとして知られる相方の花丸さんがサポートします。同じく地元愛にあふれる岡山県出身の千鳥の2人のうち、サッカーが特技のノブさんがプレーをします。大吾さんがどんな応援をするのかも楽しみです。対するは現役プロサッカー選手を代表して京都サンガ FC の久保優也選手が、そして監督経験者を代表してアジア最優秀監督に選ばれたことのある西野明さんに参戦いただきます。地元をこよなく愛するサッカーファンの愛情か、現役選手の意地か、それとも監督としての知識と経験か、出演者の皆さんに時間をかけてじっくりとチームを作っていただき、自慢のチームでどちらが強いのかを競っていただく特別なエキシビジョンマッチをお届けいたします。この模様は少し先となりますが、5月下旬より随時公開していきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。タイトル名はポケットサッカーリーグカルチョビットに決まりました。発売は7月12日を予定しています。次に任天堂 3DS 本体の更新についてお知らせいたします。来週任天堂 3DS の本体機能の更新を実施いたしますが、この本体更新で追加される機能がありますので、この機会にお知らせします。まず一つ目はフォルダ機能です。今回の本体更新でホームメニューにフォルダが作れる新機能が追加されます。ご覧いただいているようにホームメニューの空きスペースにフォルダを作成し、ソフトアイコンを入れていくことができるようになります。一つのフォルダには最大60個までアイコンを収納することができます。各フォルダには名前をつけることができ、名前の1文字目がフォルダに表示されます。3DS のダウンロードソフトやバーチャルコンソールは新しいタイトルがどんどん増えてきていますし、立体映像や体験版の種類も多くなってきて、ホームメニューがアイコンだらけになっているというご意見も数多く頂戴していました。フォルダを作ってアイコンを整理していただければ、ホームメニューをすっきりさせることができ、
目当てのソフトが見つけやすくなると思います。また今回の本体更新から通称パッチと呼ばれるソフトの更新データを受信することでソフトのバージョンアップができるようになります。5月中旬にはマリオカート7の更新データを配信する予定です。この更新データはネットワーク対戦中に極端なショートカットができてしまうコースに修正を加えるものです。これまで不愉快な思いをされていた皆さんにはご迷惑をおかけしてきましたが、この更新データでより多くの方に快適に楽しんでいただけるようにしていきたいと思います。更新データの配信後にネットワーク対戦を楽しんでいただくためには任天堂 e ショップから更新データをダウンロードしていただくことが前提となりますので、どうぞよろしくお願いします。マリオカート7以外でもコナミさんのニューラブプラス、スクエアエニックスさんのキングダムハーツ 3D ドリームドロップディスタンスでソフトの更新が行われるとお聞きしています。詳細はコナミさん、スクエアエニックスさんからの発表をお待ちください。これらの本体更新は4月25日の午後には配信を開始する予定ですので、もうしばらくお待ちください。発売から1ヶ月が経過した新光神話パルテナの鏡ですが、購入されたお客様より一人プレイのボリュームややり込み要素の充実、駆け引きが熱い対戦など様々な点で非常に高い評価をいただいております。今回はパルテナを遊ばれている方にも、これからパルテナを遊ばれる方にも役立つちょっとしたテクニックをまとめたちょいテク集を用意しましたので、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。空中戦で連射をしているときは移動速度が下がる。試射撃主体にするなど、むやみに撃たない方が避けやすい。オプションの上下左右逆では照準や振り向く速度も調整できる。止まりにくくすると楽に方向転換できるようになる。好みにもよるが、少し早く止まりにくくするぐらいが使いやすい。照準を敵に合わせて左右ダッシュで回り込み、スクリーンをタッチしっぱなしにすること、超重要。とにかく対戦をすれば勝っても負けても神器が儲かる。ただ動かなかった場合は何ももらえない。訴状などに向いた組み合わせ、壁の向こうの敵にダメージを与えられる。クリアすると隠しオプションからホームをナチュレ仕様に変えられる。もちろん捧げることもできる。集めるごとに特徴の異なる多彩な神器や斬新で快適な操作など、やればやるほど奥の深さがわかるこのゲームの魅力が少しですがご理解いただけたのではないでしょうか。ただいまご覧いただいた映像はちょいテクのほんの一部です。このプレゼンテーション終了後により多くのテクニックを収録したちょいテク集をご用意していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。またクラブ任天堂ではミュージックセレクション CD の優待交換キャンペーンも行っております。通常400ポイントのところ、新光神話パルテナの鏡のシリアルナンバーをご登録いただいた方に限り250ポイントで交換いただけるキャンペーンです。キャンペーンは5月20日までですので、ご購入いただいた方はぜひご利用ください。次は発売したばかりのファイアーエンブレム覚醒です。4月19日の発売日から追加コンテンツの第1弾として遺伝英霊のマフ1を配信しています。
このマップにはゲストキャラクターとして異界のマルスが登場し、マップクリア後に仲間に加わります。このキャラクターのイラストはシリーズ作双炎の奇跡暁の女神でキャラクターイラストを手掛けた北千里さんによるものです。遺伝英霊のマフ1は5月31日まで無料で配信します。ファイアーエンブレム覚醒をお持ちの方はこの機会にぜひお試しください。今後の追加コンテンツの一部でも様々な方によるイラストで生まれ変わった過去作のキャラクターがゲストとして登場する予定です。次回は4月26日に2つのコンテンツを配信します。遺伝英霊のマフ2では藤坂公彦さんによるシリーズ作封印の剣の登場人物ロイが、遺伝王対王紋章編では和田幸子さんによる聖戦の系譜トラキア776のリーフがゲストキャラクターとして登場します。さて、発売から約4ヶ月が経過した現在も数多くの方がプレイされているモンスターハンタートライ G ですが、前回同様に今回もご覧の2つのチャレンジクエストをご用意いただきました。このプレゼンテーション終了後にカプコンさんから配信が開始される予定です。また2月に発売されましたシアトリズムファイナルファンタジー、発売と同時に配信が開始された追加楽曲は数多くの方にダウンロードいただき、発売後も長く楽しまれているようです。つい数日前にも追加楽曲が配信されたばかりですが、ゴールデンウィーク前ということもあり、今回の任天堂ダイレクトに合わせてスクエアエニックスさんより明日にもご覧いただいている4曲をさらに追加配信していただくことになりました。また今回もこの後ご覧の立体映像を任天堂 e ショップから配信いたします。興味をお持ちいただけたタイトルがありましたら、ぜひ任天堂 e ショップからダウンロードしてご覧ください。さて最後になりましたが、任天堂の 3DS タイトルを2つご紹介させていただきます。これまで任天堂ダイレクトの実施をお知らせするたびに、動物の森が発表されるのではというご期待の声をいただいてきました。今回任天堂 3DS の機能を生かしてシリーズの決定版としてお楽しみいただけるようしっかり仕上げたいと考えていますので、発売までにはもう少しお時間をいただきますが、開発は順調に進んでおり、2012年秋には皆さんにお届けできる見込みです。タイトルは飛び出せ動物の森と決定しました。これは単に画面が 3D 表示になるという意味だけではなく、ゲームの中の世界と実際の街中の両方でいろんなところへ飛び出していって、Nintendo 3DS の通信機能を生かした新しい遊びを楽しんでほしいという願いを込めて名付けられたものです。これからも定期的に続報をお届けしますので、もうしばらくお待ちください。もう一つのタイトルは今年1月に経営方針説明会で発表した 2D の横スクロールアクションのスーパーマリオについてです。王道の 2D スーパーマリオの魅力を 3DS でしっかり楽しんでいただける完全新作として開発も順調に進んでおり、今年8月の発売を予定しています。このソフトの発売で 3DS の勢いをさらに加速させていきたいと思います。また正式タイトル名はニュースーパーマリオブラザーズ2に決まりました。どなたにも楽しんでいただける 2D マリオの新しいスタンダードを目指しています。以上で今回の私からのプレゼンテーションは終わりますが、この後引き続きご覧の映像を放映します。
本日も任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。前人未踏の地にそびえ立つ世界樹、目的はただ一つ、世界樹の真実を解き明かし富と名誉をつかむこと。冒険への第一歩は共にする仲間を募るところから始まる。物理攻撃に長けるソードマン、属性攻撃のエキスパートルーンマスター、相手を弱らせとどめを刺すナイトシーカーなど、それぞれに特性を持つ職業から最大5人までのパーティーを編成。世界樹までの道のりに地図はない。全ては自らの足で探索し地図に書き記していく。幾度となく挑む迷宮の地図が冒険者にとっての命綱となる。フィールドには大きく2種類の敵が存在する。目に見える敵と見えない敵。中でも見える敵はパーティーを一瞬のうちに全滅に追い込む容赦のない破壊力を持っている。力に自信があるならば正面から戦いに挑むのもいいだろう。しかし敵の動きを読み冷静に回避することも賢い選択の一つと言える。冒険者は迷宮に足を踏み入れるうちに様々な素材を入手していく。素材はお店に売ることで新たな武器や防具が入荷されるようになる。さらに仲間のスキルを振り分けて新たな技を習得させるなど、それぞれの迷宮に適したパーティーで挑むことが世界樹へ近づく鍵となる。の迷宮4、伝承の巨人。本作では初心者でも気軽に楽しめるカジュアルモードを搭載しています。モードの切り替えはプレイ中でも可能です。本日より一から始めるカルドセプトをお伝えすることになりました。カルドセプコです。よろしくお願いします。第1話は遊び方です。皆さんはカルドセプトというゲームをご存知ですか？カルドセプトとは早い話がすごろく。それではこちらをご覧ください。プレイヤーは一人ずつ順にプレイします。ゲームが始まると、まず山札からカードを1枚引きます。これですね。
どんなカードが手元に来るかは運です。次にサイコロを振ってマス目を移動。サイコロの出る目ももちろん運です。そしてこのようにぐるぐるとマップを回りながら目標金額までお金を貯めてゴールすると勝利です。ではどうやってお金を貯めるのって思われたんじゃないでしょうか。そこでお金を稼ぐ方法です。一つ目は周回ボーナスです。マップを一周するとボーナスがっぽり。二つ目は通行料を得ることです。空いているマス目に持っているカードからモンスターを配置、自分の領地にします。さらにそこに誰かが泊まると通行料がっぽり。お金を貯める方法は他にもありますが、何をするにも運が大切です。しかしこのゲームは運だけでは勝てないんです。カルドセプトには480種類以上のカードがあり、運を引き寄せ自ら勝利に近づけることができます。例えばこのカードはサイコロが2つになります。移動距離が増えるのでマップをいち早く周回するのに役立ちます。またこのカードはサイコロの目を3にすることができます。狙ったマス目に止まりたい時に役立ちます。実はこのカード自分だけでなく相手にも使うことができるんです。そうするとがっぽり。自分の領地に相手を誘い込み通行料を取ることができました。このようにカルドセプトはカードをうまく使うことによって運に左右されず、ゲームをコントロールしながら進めることもできるのです。今日のポイントです。幸運はカードで引き寄せる。次回はこのようなカードの種類やカードの使い方についてお送りしたいと思います。カードで戦うボードゲーム、カルドセプト。新光神話パルテナの鏡をより楽しむためのちょっとしたテクニックをご紹介。空中戦のちょいテク。空中戦で連射をしているときは移動速度が下がる。試射撃主体にするなどむやみに撃たない方が避けやすい。連射の威力が増す立ち連射のスキルは空中戦ではかなり有効。連射が強ければ群がる敵を倒しやすくなる。攻撃をせずに滑空姿勢で敵の弾にかすめると長弾になる。滑空は敵弾を避けやすく、長弾はスペシャルゲージが少し溜まる。地上戦のちょいテク。タッチペンは基本押したまま、真ん中に置いて素早く払う時だけ離してすぐ止める。オプションの上下左右逆では照準や振り向く速度も調整できる。止まりにくくすると楽に方向転換できるようになる。好みにもよるが、少し早く止まりにくくするぐらいが使いやすい。照準を敵に合わせて左右ダッシュで回り込み、スクリーンをタッチしっぱなしにすること、超重要。敵の攻撃を引きつけてダッシュで回避。前回避は攻撃に触れる時間が少ないし、横回避はイチゴとかわしやすい。
奇跡やスペシャルアタックはボタンで使うのがおすすめ。オプションで動きながら使えるボタンに設定しよう。ダブルアイテムの奇跡を使えば食べ物アイテムの効果も倍増。回復の奇跡より有効な場合が多い。苦手なボスは最後の力の奇跡でゴリ押しするのも手。無敵とパワーアップの効果で瞬殺できる。打ち上げ花火の奇跡を使うと1秒ちょっとの無敵時間が生じる。回避よりも有利に敵の攻撃を避けられる。透明や死んだふりなどを使うと敵がこちらに気づかなくなる。危うくなったら消えて体勢を整えよう。近い方が強い弾、遠い方が強い弾がある。練習場で詳しく知ることができる。通常は敵の近くでしか打撃はできないが、前にダッシュしているとき、スライドパッドを背中方向に素早く入れて攻撃すると、その場でダッシュ打撃ができる。対戦のチョイテク。相手を倒した数はつくけれど、いくら負けても記録されない。気軽にプレイしよう。とにかく対戦をすれば勝っても負けても神器が儲かる。ただ動かなかった場合は何ももらえない。敵についている赤いロックは射程を表す。一見射程外の敵にもダッシュで赤ロックになることもある。地上戦も対戦も倒れた相手はダメージを受けにくい。むやみに攻撃するより溜めていた方が有利なことも。有効な奇跡の組み合わせをピックアップ。気合ダメで強まった球を見えなくして放つ。隠れていれば強力。素性などに向いた組み合わせ。壁の向こうの敵にダメージを与えられる。打撃戦の時に相手の耐久力上限を減らし、麻痺させて有利に立ち回れる。一瞬無敵、スーパーアーマー、金貝エアリーズなどは攻撃を受けてもひるまないので、打撃神器との組み合わせが有効。殴りに来た相手にいきなり短距離攻撃ができる組み合わせ。パワーアップとともに耐久力がゼロになる最後の力は復活パイシーズと組み合わせると有効。最後の力はやられても復活しないので注意。寄せたアイテムを2倍有効に使うことができる。効果系の時間も倍増。距離を詰められたら弱い素性は超速ダッシュやテレポートが有効。下画面を見れば誰が何の奇跡を使っているのかが分かる。ジェネシスパーツを奪う手がかりにもなる。なお奇跡の上に出る名前を押すと奇跡の説明を読むことができる。ジェネシスが完成しそうなタイミングで奇跡アイテム回収。完成にも完成阻止にも役立つ。敵の上に出ている光の筋は天使のものがとにかく大きい。ジェネシスはここを狙え。
値が高い神器ほどやられた時に奇跡の数が多く復活する。復活しやすさは奇跡ごとに決まっている。その他のジョイテク。クリアすると隠しオプションからホームをナチュレ仕様に変えられる。もちろん捧げることもできる。サウンドテストを抜けてもサウンドテストの曲は流れたまま。好みの曲で融合などができる。失いたくない神器は星をつけてお気に入りに。間違えて融合しにくくなったり、ハートにするときは表示されなくなる。クリアした後ランダム会話が発生することがある。ヤセの大食い。桃栗3年かけ8年。鳥は3歩歩けば忘れちゃうって言いますよね。そう言いますね。僕は10歩までは覚えていられますよ。あ、だからそういうことです。パルテナ様、金魚はいいですね。どうしてですか？気楽で。そろそろ休暇を与えた方がいいのかしら。今ご紹介したチョイテクはほんの一部。自分に合ったチョイテクを使って戦ってみよう。